ハイドンの肖像画、ピアノ・ソナタ第28番編歩調調作品14から、に本冒険、ズビー、28は、フランツ・ヨゼフ・ハイドンが作曲した、ピアノ・ソナタ。ランドン版では、第43番となっている。本作品は1774年から1776年の間に作曲され、1778年に出版されたとされている。 第27番から第32番の6曲は、ハイドンの最初の目録に1776年の6つのソナタとして掲載されている。しかし、少し前の時代の作風が感じられるため、1774年以前に作曲された疑いもある。ソナタアルバムの第2巻に掲載されているため、よく知られた作品となっている。全三楽章、演奏時間は約13分半。 いずれも変歩調調であり、楽曲構成がスッキリとしている点が特徴的である。ABCD クラビア・ソナタの部屋第2室。2017年10月14日閲覧。ABCDEFG ハイドンハイドンフランツ・ヨゼフ・ソナタ第43番変歩調調ソナタフュア・クラビアナンバー 43S ドゥアー・ホーボーケンズビー28オーパス。 14から2、2017年10月14日閲覧、ABC、ハイドンの世界、第29回そなた第43番方冒険、ズビー、28編補聴調、2017年10月14日閲覧、ありがとうございます。